アイザック・シーマンによる肖像画1735年頃から1745年頃の作品。第5代皇家伯爵及び第5代オーラリー伯爵、ジョン・ボイルはイギリスの貴族、トーリー島所属。第4代オーラリー伯爵、チャールズ・ボイルとエリザベス・セシルの息子として1707年1月13日に生まれ18日に洗礼を受けた。 1723年8月10日に、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学。1743年8月25日に、オックスフォード大学のから、MA の学位を授与された。1731年8月28日に、父が死去すると、オーラリー伯爵の爵位を継承。1735年11月7日に、アイルランド貴族院議員に就任した。また、 父から、グレートブリテン貴族である、マーストンのボイル男爵も継承したため、グレートブリテン貴族院にも、議席を有した。議会では、ロバート・ウォル・ポールに反対した。1746年10月23日、王立教会フェローに選出された。1753年12月3日に3、重慶帝の第四代航空伯爵及び、 第3代バーリントン伯爵リチャード・ボイルが死去すると、コーク伯爵の爵位を継承した。1762年11月23日に、マーストンハウスで死去、同地で埋葬された。息子ハミルトンが爵位を継承した。1731年頃より、ジョナサン・スウィフトの友人になった。1728年5月9日、ヘンリエッタ・ハミルトンと結婚。 二男一女を設けた。1738年6月30日、ダブリンでマーガレット・ハミルトンと再婚、一男二女を設けた。ありがとうございます。